今年の中京記念、小倉芝 1800m ということで、中京記念の面影が全然なくて草。どうも皆さんこんにちは、ブイムイです。本日は日曜日に行われます中京記念の予想をやっていこうと思います。中京記念の予想の前に、まず先週の七夕賞の予想の振り返りをやっていこうと思うんですけど、すみません、全然かすりもしなかったです。まあ原因といたしましては、もう展開を差し有利の予想をしたためだというふうに考えておりまして、ですので、まあ前に行く組3頭すべて無印しようかっていうところで、ある意味当たってた気もするんですけど、まあ本当に申し訳ない予想になったなと思います。切り替えて今週は頑張っていこうと思います。それではまず中京記念の予想にあたりまして、どういう馬を狙っていこうかというふうに考えているかについて述べていこうと思います。で、今年の中京記念は小倉の芝 1800m で行われるってところで、まず今の小倉競馬場っていうのは高速馬場でありますので、速い時計に対応できる馬っていうのがいいと思います。でまた高速馬場でありますと、基本は前にいる馬が有利でありますので、まあ、前に行く組っていうのを重視したい。それと小倉の芝 1800m は、スタートしてから1コーナーまでの距離が短いっていうこともありますので、基本は前に行く組、前につけられる馬っていうのを重視していこうかなと考えております。で最後、まあ、枠別の傾向といたしましては、内枠が有利でありますので、まあ、前に行く馬が内枠に入ったら、かなり重視していこうかなとも考えてます。現段階ではちょっと枠が出る前の予想になりますんで、ちょっとその辺は考慮はできてないです。で今年のメンバーを見ますと、前に行く組ってかなり少なくて、で、まあ、その中でも前に行く筆頭の馬っていうのはディアンドルになると思います。で私はこのディアンドルはかなり評価をしておりまして、まあ、そういった展開が恵まれそうなところに加えまして、小倉の芝 1800m での実績があること、そして、最近強くなってるんじゃないかなと考えているからです。でまずこちらは3走前の小倉大賞典でのレース映像なんですけれども、このレースではディアンドル2番手につけるという競馬で、でまあ3着に来てるってところで、まあコース適性はあると思いますし、でまたこのレース 1000m 通過58秒0でのレースラップでございましたんで、まあ、そこそこペースが流れた中でここまで粘れてるっていうところは、まあ能力がそこそこある証かなと思います。ただこのレースでは、まあ、後ろから来たテリトリアルと、あと今回出走しますポッケリーニに刺されてますん で、このレースディアンドルは53キロの筋量でありまして、で57キロを背負ってたポッケリーニに刺されてるってところから、このレース時点での能力では、今回のレースはちょっと足りないかなというふうにも考えられると思います。ただ私はディアンドルは小倉大賞典の時よりも強くなってるというふうに考えてます。でこちらは前走福島牝馬ステークスでのレース映像なんですけれども、こちらのレースではディアンドルは逃げたんですけど、残り 400m くらいで横にいたサンクトゥエールに1回刺されてます。ですがディアンドルはそこから差し返してるんですよね。でこの差し返すっていうのは小倉大賞典では見られなかったレース内容でございましたんで、まあ、ディアンドルはその小倉大賞典から成長したというふうな見方ができると考えてます。で、まあ、何せ驚いたのがこの前走ビクトリアマイルでして、ビクトリアマイルこちら前に行った組ってほとんど沈んでるんですよね。レシスネンシアなんかも沈んでましたし、その中でも前に行った組では最先着ですし、でまたディアンドルこのレースではいつもよりポジションが後ろながらしっかり背足を使って4着まで来てるってとこから、まあ、こういうところもからも金層充実してるってことが伺えるかなと思います。というところでディアンドルボッケリーニーとの金量差っていうのは、まあ小倉大賞典の時から2キロ狭まるんですけど、ディアンドル自身も強くなってるってことから、再びこの舞台において構想が期待できるというふうに考えております。ただ私の今回の推し馬はロータスランドです。でロータスランドを推す理由はただ単に強いと思うからです。でロータスランドが強いというふうに判断した理由なんですけど、まずこちらロータスランドの競争成績なんですけど、ハイペースであった阪神ジュベナイルフィリーズ以外は全て連帯しておりますっていうところなんで、まあ、今回ディアンドルくらいしか多分2ゲーム候補がいないってとこで、まあ、スローペースが濃厚なんで、まあ、ロータスランドはこのペースなら崩れにくいかなというふうに思っております。でまあ、ロータスランドの素質に関しましては陣営の方々がコメントを出されてるんで、やっぱり能力は高い馬だと思いますし、でまた
ロータスランドはちょっと爪に不安があったみたいなんですけど、そういうのも解消されたってところで、まあガンガン調教やれたがゆえのこの条件戦からの3連勝かなっていう見方もできるかなと思います。まあ、なんせロータスランドを押す理由はもう素晴らしい走りをするなというふうに思っているからでありまして、こちらは前々走の相撲特別の時の映像で、ロータスランドはもう回転も素晴らしいですし、またストライドの伸びも素晴らしいってところで、まあ、コース問わずにしっかり足が使える馬であると思います。でこの相撲特別は2着に倒したのが後に2勝クラス3勝クラスを連勝するジュン・ライトボルトでありますから、やっぱり、ロータスランドは強いのであると思いますし、中京記念という G3 の舞台でも十分通用する能力があると考えています。でまあ補足的な理由としては、こちらは JRA さんが出されている記事なんですけど、夏は格より調子という格言があって、でまあ前走オープン特別を勝ってる馬が相性がいいらしいっていうところも推してる理由です。というところでロータスランド、まあ、今回初の、長距離輸送でかつ初の小回り4ターンの競馬にはなるんですけど、まあ、まずロータスランドは折り合いもちゃんとつくような気性がいい馬なんで長距離輸送は問題にならないと思いますし、でまた走法的にはそこまでなんか大飛びで広いコースがいいっていうような馬でもないと思ってるんで、まあ、ロータスランドしっかりこのコースもこなしてくれると考えて、ここは本命の評価をしたいと思ってます。以上よりまあ現段階での私の印ってのはこんな感じで、まあ、3番手クラベルにして、クラベルは陣営の方々のコメントから夏馬っぽいっていうところと、あとはまあその差し追い込み勢ではあるんですけど、その差し足っていうのが素晴らしいので今回3番手の評価にしようと思ってます。でまあ抑えは、アンドラスでモッケリーニミスニューヨークでして、まあ、これらはまあ小回りこなせそうなところと、まあ、実績能力がありそうなところっていうところで、まあ、抑えの評価をしようかなと思ってます。迷いどころがダノンチェイサーなんですけど、ダノンチェイサーはそうですね、もともと主戦の川田騎手が 1800m は長いっていうようなコメントがあるだけがするんで、今回は見送ろうかなと思ってます。以上で動画終わります。ご清聴ありがとうございました。